はい、というわけでですね、K1 ワールドグランプリザ・ビーストアタックをやっていきたいと思います。勝ったはいいけど、ほとんど遊んでないんじゃないかなっていうぐらい、あんまり記憶にはないんですけれども、あのこのね、K1 の方が多分一番こう勢いがあった、そんな時代に出たゲームです。はい、出たのがですね、2003年ですね。まだ、セイムシルトとかあんま出てこなくて、なんかボブスワップとアーネストホーストで、こう本当にね、盛り上がってた時代じゃないかなというふうに思います。いや、いいです、かっこいいですね、オープニングは。はい、ではですね、K1 ワールドグランプリザ・ビーストアタックやってみたいと思います。ではですね、このチャンピオンズレボリューション、さっきですね、ちょっとチラッと、やってみたんですけれども、多分いけんじゃないかなということで、なんかこう選手をですね、育てていくやつをやっていきたいと思います。登場するファイターはこんな感じですね。まあ、サモアの感じのマイクハント、トースト、ビタ、ジェロム、いきましょう。フィリオ、レイセフ、ベルちゃん、ねえ、亡くなっちゃいましたけどね。ミルコ、ステファン、まあこの時はブリッツ入ってないんですが、かっこいいですね、でもね。ペタス、アルビ、ロイド・バンダム、ああ、マットスケット、懐かしいな、倒れない人ですよね。ユーゲン・クルト、クロシンボすごい名前だな。ノルハンシーね、元気になりましたけど、元気になったんですかね。アムラ、ジャパンとカッパッチョ、なんか捕まりましたよね。中迫、確かね、誰かに勝って大金星あげた記憶があります、ハイキックでね。で、ムサシ、ジャパンのエース、ムサシね、あのアウトファイター楽しかったですね。ヨルキア、総合にも言ってましたね。で、レミー、この後もうちょっと経つと、もう本当にレミーの一人舞台みたいな感じで強かったですね。で、僕が今回選ぶのはもちろんこの人、信明、角田、愛と涙と感動の何は男、角田信明。シンボルマーク、これナンバーワンですよね。ナンバーワン、はい、これでやっていきたいと思います。はい、チャレンジマッチですね。リード、これはワールドグランプリがスタートします。今年はワンマッチを重視した新しいシステムとなります。はじめにグランプリの開幕戦出場をかけて6回のチャレンジマッチに出場してもらいます。チャレンジマッチ6戦を終え、成績や試合内容が素晴らしかった選手に10月の開幕戦出場資格が与えられます。そして開幕戦を勝ち抜いた真のトップファイターのみが王者を決める決勝トーナメントに進むことができます。まずは開幕戦出場を目指し、勝敗はもちろんファンの皆さんの印象が残るような素晴らしいファイトを見せてください。ということで、この目指すのは12月の東京ドーム大会、武蔵と、いきなりですね、日本のチャンピオンですよ。はい、この試合のテーマはファーストインパクト、カルフの初対決、グループ勝利を収めてください。ね、試合出場でいいかな。はい、行きます。パンチ力、こんなあるんだ。まあ、どうでしょうね、これ。強いのか弱いのか。頑張ります。
おぉ、すごいな、本当に。あのね、中継の時と同じですね。チャレンジマッチの初戦、はい、6試合を行ってポイント数が1000を超えると埼玉への出場権を獲得できます。あ、まずは埼玉スーパーアリーナを目指すんですね。6試合を頑張って。角田伸明、愛と涙と感動のなにわ男、角田伸明。第7回特進ウェイト制全日本選手権第4位、タイトル歴赤コーナー185センチ、99.8キログラム、武蔵。ニコラスへの復讐に燃える平和にジャパングランプリ99-2000王者。もうちょっと経歴がね違いすぎる。こっち極真のウェイト制全日本選手権の第4位ですからね。レフリーはまさかの角田ですね。角田が角田を裁く、ね、結構ね、今ねウィキペディアも一緒に開いてるんですけど、レフリングに対する批判とかもあったりして、ちょっとね、どうなんですかね。はい、まあ、頑張っていきたいと思います。頂点を狙います、角田信明です。さあ勝者はどちらか、角田信明かそれとも武蔵か。下段回し蹴り、いいっすね、いいっすね。下段回し蹴り、角田の左フック、前を詰める。さあ両者の距離が短くなったか。これは本当に喧嘩の前ですね。喧嘩の前。そして中段回し蹴り、武蔵の左、右のミドルがボディに炸裂しました。東京ドームへと続く長いグランプリロード、その最初の大会がこの名古屋からスタートしています。名古屋なんですね。さあそしてローキック、おこれはよく見えている。ああ、左のローです。そしてミドル、さあ左のロー、さあそしてロー、また空を切った。さあじわっと詰めていきます。さあ至近距離での戦い、これはパンチの距離ですね。そして左のロー、あ、見切られてますね。残り1分を切った。ローキックが全然入りません。そして右のロー、さあ右のミドル、中段回し蹴り、さあ強烈なフック、フロントキック、いいですね。さあ下段回し蹴り、あ、ハイキック、武蔵左の膝、さあ15秒、今度もカバー、前蹴り。さあ残り時間がありません。さあ第1ラウンド終了、まあまあまあ、慎重な立ち上がりでした。どっちが取ってるんでしょうか、谷川さん。ここまでのところはどうでしょうか。まだ硬いですね、2人とも。第1ラウンドは取ってもね、ダメージを上げて展開となりましたが、あのラウンドガール可愛いですね。まもなく第2ラウンド開始のゴング、グローブを合わせました。まずはロー、どんな試合だったんですかね。左のローだ、あれか。そして下段回し蹴り、勝った試合だ。ジャブで牽制、さあミドルキック、そしてミドル、そしてミドル、ミドルキック、おー、武蔵ダウン、武蔵ダウン。まずは最初のダウンを奪っています。しかしこの歓声、頑張れという大きな大きな歓声が名古屋にこだまします。さあ立ち上がった、まだ余裕がありそうです。逆転なるか、逆転なるか。理解してない。さあ右、またかわしていった。さあそしてロー、まだ時間があります。第2ラウンド、角田の右、あとフック、おっとフェイント。さあハイキック、試合は第2ラウンドに突入しています。ジャブ、ジャブから武蔵のハイキック、ミドル、左のローキック、左から右、そして右のロー、武蔵のミドル、左のローだ、前に出ます。あと30秒しかない、あと30秒、さあもう一度、もう削ったぞ。角田の右フック、ハイキックをお見舞いする、中段回し蹴り、危ない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 。さあここで第2ラウンド終了のゴング。谷川さん、ここまでの武蔵どうですか。もうこのままだと危ないですね。このラウンド、ダウンを奪われました。危ないらしいです、武蔵。さあ、
今のダウンシーンをご覧いただきましょう。何があったんですかね。ハイキックですね。この試合最初のダウンです。え、これも今のダウンシーンです。ここはダウンとなりました。ここですね。パワーありますね。何とこだったんですか、ね。はい、さあこれから大ファイナルダウン。さあ試合は第5ラウンド、ファイナルラウンドを迎えています。武蔵の右、これもしっかりカバー、下段回し蹴り、右のロー。でも本当にあのこの時のテーマはあれでしたけど、よく見ています。なんか終盤なんかもう反則反則で、そして下段回し蹴り、本当に残念な感じでしたね。さあ右のミドル、さあそしてローキック、さあショートフック、さあ強烈なフック、さあ強烈なフックを放ちます。そして右、そして中段回し蹴り、下段回し蹴り、さあミドル、武蔵の右、そしてローキック、うわ右のローキック、左のローです。どうなってるか。さあ仕留めるか、左のミドル、さあそしてローキック、バックハンドブロー、これは空振りです。おっと、大丈夫かなこれ。前に出ていきます。お互いに間合いの探り合いやってますね。さあお互い勝つための間合いは譲りません。レイブレイク、一旦離れた。さあそして右のハイキック、さあ右のミドル、おっとおっと危ない危ない、このローキック、さあどっちが速いか。ファイナルラウンド残り10秒、ね、さあ残りわずか。さあジャブ、ここで試合終了のゴングが鳴りました。試合は判定、ダウン取ってますからね。角田か、それとも武蔵か、両者とも腕を高々と上げてコーナーに戻ります。勝負は判定です。じゃあ判定に行きたいと思います。お伝えいたします。ジャッジ水岡正人、50対47、青角田の角田、まずは角3ポイント差ついてますね。ジャッジ中川圭介、50対49、差がついた。青角田の角田の撃です。よしよし、50対47、青角田の結局3対0、愛と涙と感動の涙男、角田信明、ま、3対0の判定勝ちです。来ましたね、という結果には終わりましたが、谷川さん、これから日本を背負うのはこの男です。そうですね、武蔵選手を超えましたね。果たして武蔵のリベンジはなるんでしょうか。あ、いいですね。まずは初戦を飾りました。あと武蔵どうしちゃったんですかね。はい、油断があったのかもしれません。愛と涙と感動の名には男、角田信明、会場2002年の初戦を飾っています。よし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 、ベストバウトボーナスとかダメイサボーナスとか一切なく、はい、138ポイントを手に入れましたね。1000ポイント以上で大丈夫かこれ。あと5試合で1000ポイントいかなきゃいけないの。ちょっと待って、テーマは日本対世界、ジャパン選手の一人として世界の強豪相手に見事勝利してください。もしこそ日本で世界の壁を破って見せてください。いやー、ジェロム・レバンナですよ。勝てるのか。ましたバンナの左、ダウン最初のダウンを奪いました。最後の意地を見せるか。まずは第3ラウンド1回目のダウン、立ち上がれるか、立ち上がれるか。さあ立ち上がります。ダメージは大丈夫か。このまま終わっていいのか。効いた効いた効いた、ノックアウト。
バトル。いやー負けましたね。また武蔵水道会館ドーム対決。なんかいい技ってないのかな。試合開始のゴングが今鳴りました。これは面白い試合ですよね。さあこの同門対決、どちらが最後にリングに立っているのか、ね、さあこの戦いどちらが勝つか、愛と涙と感動のなにわ男か、ジャパンのエースか。ローキック、右のミドル、さあ間合いを詰めていきます。さあ相手を見据えます。ジャブで牽制、武蔵の中段回し蹴り、武蔵の右、さあミドル、ハイキックだ。さあこの距離です。緊張感ある前が出てますね。下段回し蹴り、右のローキック、あっと回し蹴り、ワンツーからの右のローキック、角田の左、ジャブ、フックいいの入りましたね。さあ右のロー、さあ下段回し蹴り、残り1分を切っています。ワンツー、そして右のロー、さあジャブ、さあそしてロー、後ろ回し蹴り、これも空振りになる。左のロー、いいっすね。そしてフロントキック、うわ左のローキック、右のローキック、ジャブ、フロントキック、さあ10秒、右フック角田の具合、さあストレート、さあ第1ラウンド終了です。谷川さん、今のラウンドどうですか。ちょっと攻めあぐねてますね。何もさせてもらえませんでしたね。そっか、コンビネーションがあるのか。ラウンド2、完全に残してから第2ラウンドが始まりました。いきなりのアッパー、左のアッパー持っていく、フェイント、右のミドル、さあジャブ、ジャブ、角田の左、そして上段聖剣突き、武蔵の左、さあ右のミドル、あっとハイキック、さあジャブ、そして右のアッパー、左ストレートどうか、すっと見切った。今度はミドルキック、おジャブで牽制、さあ左のミドル、武蔵のフィッシングロー、さあミドルキック、フェイントする、右のミドル、さあ至近距離になったがどうか、さあ徐々に間合いを詰めています。このローはどうか、ジャブ、ジャブから武蔵のハイキック、ローキック、ジャブで牽制、角田の右、さあストレート、さあダウン、武蔵ダウン、まずは最初のダウンを奪っています。さあまだ効いているのか、脳へのダメージがあります。まだ分かりません、分かりません。さあストレート、さあ残り15秒、残り10秒、さあ残り時間がない、ここで第2ラウンド終了。倒しきれなかった。谷川さん、ここまで武蔵どうですか。でもよく耐えてますね。はい、このラウンド何もさせてもらえませんでした。さあ先ほどのダウンシーンです。この右ですね。これが初めてのダウンとなりました。別のカメラからもご覧いただきましょうか。これは効いたでしょうね。そしてこのローキック、これから第3ラウンド。そもそもラン3、第3ラウンドが始まりました。まずはボディを打っていきます。詰めていく、さあこの接近戦どうなる。ローキック、空を切る、
右のロー、やばいやばいやばい、踏み込みで拾っていった、右、さあ強烈なフック、武蔵の右ダウン、よし武蔵ダウン、武蔵ダウン、右、右のフック、この第3ラウンドダウンを奪っています。この一発は強烈、さあ立てるか、ダメージはどうか、しかしこの歓声、立ち上がれという大きな歓声が魚谷にこだましています。さあ今立ち上がったがダメージはどうか、まだ諦める必要はありません。あ、今膝入りましたね。今度はミドル、フック、右ストレート、フェイント、さあ潜り込んだがさあそしてローキック、やってんだ、さあ強烈なフックを放ちます。グラッとしている、ギザが、ギザ、右のロー、危ない危ない危ない、左の膝突き上げる、そして右のローキック、角田の右フック、よし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 、そしてジャブ、さあ残り30、叩きつける、効いた効いた、あっしょですね、効いている効いている、痛いでしょうね、そして右の範囲下へかわした、右ストレート伸びる、第3ラウンドが終了しました。谷川さん、ここまでの武蔵どう見ますか。あ、もう盛り返すの難しくなりましたね。はい、もうペースがつかめませんね。ひどい悪いよな、盛り返すの難しいって言われてるよ。ラウンド4、さあ第4ラウンドが始まりました。まずはストレートから、角田の右、角田の右、中段回し蹴り、武蔵のミドル、前蹴り、これはブロック、そしてフック、フロントキック、右、おっとろー、武蔵のミドル、やっときた、やっときた、ノックアウト、右のフック、武蔵立てません。愛と涙と感動のなにわ男、角田信明、ノックアウトで勝利を収めました。ポイントもらえんじゃないですかね。新しい日本のエースの誕生ですね。確かに、ゴールの手段が出ました。次は世界の壁に挑みます。武蔵通っちゃってましたね。どこか不安定をしてたんでしょうか。愛と涙と感動のなにわ男、角田信明、チャレンジマッチ第4試合に駒を進めます。どこでどうなってくるのか、わかんない。一回行って、で、ここでカウンターになったのかな。わかんないですね、やっぱり。どこが、マイクベルナルドはシュートのあれですからね、こう当たり弱いですよね、やっぱり。まあローキック、ローキックで、やっぱボクシング出身選手なので、ボクシングで戦おうとするともうね、大変なことになっちゃうと思うので、ローキックで足攻めでねやっていきたいと思います。武蔵、佐竹が勝った時みたいな、こんな感じですね。はい、やっていきたいと思います。ラウンド1、さあ今ゴングが鳴り渡りました。これは打ち合い面白いですけどね。その拳で時代をつかむ男は一体誰なのか。さあ勝つのはどちらか、愛と涙と感動のなにわ男か、南アフリカの剛腕か。そして左のローキック、これは空を切る、中段回し蹴り、ミドルキック、さあストレート、さあジャブ、さあ前に詰める、接近戦になります。左のローですね、右のハイ、このローはどうか。さあ至近距離での戦い、うわ左のロー、ああそしてロー、そして左のフック、そしてフロントキック、左のロー、ミドル、マイクがいいですね。ローキックも蹴れるんですよね。蹴
J1 の歴史とともに歩み、その人気を支え続けてきたマイク・ベルナルド、そして左のロー、これはかわしています。今度も空振り、フック、さあ左のローはどうか、デンジャラスゾーンに入るか、さあこの距離です。ジャブで牽制、左フック、マイク・ベルナルド、また空振り、残りはあと15秒、これも空振りになる。今は入りましたよ、パンチが。ここからボディを狙った。ここで第1ラウンド終了。ラウンド2、はい、第2ラウンド開始のゴング、まずはローを放っていきます。さあ右のロー、よし、よし、おっ、よし、ベルナルドダウン、最初のダウンを奪いました。右のローキック、この第2ラウンドダウンを奪っています。さあローへの攻撃はどうか、神の導きはあるのか。あーローキック、ちょっとふらついた。さあ右のミドル、これはよく見えています。得意のミドル、じわっと詰めていきます。さあ両者の距離が短くなったか、そして右のロー切ってきますね。やっぱり右のローキック、空を切る。さあ強烈なフックを放ちます。さあジャブ、右のミドル、さあローキック、さあそしてロー打ち下ろした。さあ間合いを詰めていきます。右のロー効いてますね、一発もらった。あっと左のハイキック、もう真っ赤ですね。さあ中段回し蹴り、さあそしてローキック、おっと、今度はローキック。さあ強烈なフックを放ちます。さあフロントのキック、おっとロー、さあ強烈なフック、これもしっかりブロック。ミドル、なんだお前、挑発してますね。場内も騒然です。さあ強烈なフックを放ちます。おっと、ベルナルドの右フック、おっと、ありがとうございます。さあ第2ラウンド終了です。さあこれから第3ラウンド、いやー、いけるいける、ラーン3、痛さ手を技が、第3ラウンド開始のゴングです。痛さローキックっていうか、まずはロー、さあ下段回し蹴り、違いますねやっぱりな。ミドル顔面を捉えた、これは効いたか、前蹴り、序盤から積極的ですね。いや行きますね。右ストレート伸びる、ボディ、なんかお互いに間合い地獄みたいですね。さあ間合い地獄に迷い込んだか、このローはどうか、ミドル、右フック、マイク・ベルナルド、下段回し蹴り、あー左のローです。右ハイキック、そしてジャブ、さあストレート、このローはどうか、さあ得意のフック、ロー、アッパー入りましたよ今。よし、ダウンだ、ダウンだ、よし、ベルナルドダウン、ベルナルドダウン、崩れ落ちた。東京ドーム、ここで諦めるわけにはいきません。さあローのダメージはどうか、まだしっかりですね、まだ見晴らしていない。よし、ダウンだ、ダウンだ、ダウンした、ダウンしている、ベルナルドダウン、2回目のダウン、2回目のダウン、今年も神はベルナルドに試練を与えるのか。さあ立ち上がったがダメージがあります。あと一つ取ればそれで終わります。このまま終わっていいのか。そして右のロー、左のミドル、あっとまた空振り、ここはなんとか返した、フック、左のロー、左ボディ、あっとここで第3ラウンド終了。嘘でしょ、第3ラウンドラウンド、いやー、足がね、第4ラウンド開始のゴング、真っ赤ですよ本当に。前を詰める、まずはローを放っていきます。ローキック入ってますね。さあこの距離からはフックがあります。あーローキック、これはどうか、右のフック、マイク・ベルナルド、さあ得意のフックを見せるか、下段回し蹴り、詰めていく、今のミドル入りましたね。さあそしてロー、そして右のローキック、ベルナルドを誘ってますね。場内がどっと沸きます。
そのときし、よし、ダウンだ、ダウンだ、ベルナルトダウン、ベルナルトダウン、膝から崩れ落ちた。大歓声が名古屋を包み込んでいます。勝てるか、勝てるのか。さあ、ローキックがまだ効いている。このまま終わってしまうのか。下段回し蹴り、このローはどうか。ああ、そして右のローです。このローキック、残り1分を切った。ちょっと足がふらついたか。切られるな。さあ、下段回し蹴り。さあ、ジャブ、そして右のミドル、打ち下ろす。右の膝が飛ぶ。効いた。さあ、ピンチになった。さあ、詰める、ねじ込んでいく。さあ、残り15秒、左ハイキック。ちょっと一発効きましたね。これはダメージがあるか。かわします。第4ラウンドが終了しました。まあ、次のラウンドもね、最初のラウンドまでいっちゃったんですけど、今のラウンドどうですか。ちょっと攻めあぐねてますね、2人とも。何もできないですね。いや、ダウン取ったけどね。ダウン取ったけどね。さあ、先ほどのダウンシーンです。ここでかかと落としに行こうとしたところ、もう一回ご覧いただきましょうか。かかと落とし行こうとしたところ、しかしすごいのが入りましたね。右のローキックですね。そしてこのフック、これは危ないですね。ガードしてませんから誰でも当たりますよね。これは綺麗にガドリンを捉えています。フックいいですね。そうですか、はいはい。ファイナルラウンド、これからいよいよファイナルラウンドに入ります。ファイナルラウンドに勝つのと、ファイナルラウンド、まずはローキックから。ちょっと効いたかな。一発入りました、右のローキック。入ってますね、ミドルキックは。ああ、入りましたね、ミドルが。このローキック、得意のフック。さあ、得意のフックが、さあ、強烈なフック。ベルナルドの左フック。ああ、ローキック、これはどうか。これは避けました。下段回し蹴り、下段回し蹴り、ローだ、ローです。下段回し蹴り、ここももらっている。ダウンだ、ダウンだ、ベルナルドダウン。ああ、ダメだ、倒れた。やっぱりローが効いていた。ローキック、右のロー。さあ、ローのダメージはどうか。まだちょっと足が効いてますね。まだ夢は終わらせない。そしてジャル、左のフック。至近距離、デンジャラスゾーンに入るか。追い詰めましたね。さあ、追い込んだ。おっと、かかとねじ込んでいく。右の膝、これは効いたか。クラッときている。残り1分を切っています。マイク行った方がいいですね。ローキック、今度はミドルキック。これも入った。おっと、これはハイキックだ。下段回し蹴り、ジャブ、効いた、効いた。よし、危ないな。ダウンか、ダウンか、ダウンした、ダウンしている。ベルナルトダウン、ベルナルトダウン、ダウン、2回目のダウン。このラウンド2回目のダウンを消しています。立ち上がれるか、立ち上がれるか。さあ、ものすごい大歓声が名古屋に響き渡ります。さあ、今立ち上がったが、ダメージはどうか。兄の導きはあるのか。さあ、ここで試合終了です。試合は判定にもつれ込みます。何回ダウンした。さあ、判定結果が出ます。角田か、それともベルナルドか。果たして判定で差がつくかどうか。これもうね、倒れると思って全然蹴れ蹴れなかったんですけど、倒れなくてね。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ水岡雅人、50対41。わあ、もうだいぶ差ついたんですね。まずは角田。いや、ほんまがっかりしてるけど、絶対当たってるだろう。ジャッジ中川圭介、50対44。差がついた。青、角田信明です。ジャッジ大成敦。ちょっとね、判定にはなってしまったんですけど、青、ああ、勝利するかもしれない。作戦勝ち、うん、愛と涙と感動の何は男、角田信明、3対0の判定勝ちです。判定ではありますが、谷川さん、羽ばたきするのを忘れてしまうような、ゾクゾクしましたね。激しい打ち合いを制しました。あとマイク頑張りましたね。ダウンを奪われながらも最後まで戦いました。
愛と涙と感動の何は男角田信明チャレンジマッチ第5試合に向かいます。ファイターズエクセまあ、これですね。これですね。はい。おら、また？まあまたですね。ローキック地獄で葬りますよあいつは。はい、よし勝つぞ。ランワン、おう結構いい感じですか。試合開始のゴングが鳴り響きました。これは6月のリベンジマッチですね。さあリベンジは果たせるのか。さあこの戦いどちらが勝つか、角田かそれともベルナルドか。右のローキック、やっぱローをもらわないようにしてますね。下段回し蹴り、これもカバー、右フック高田信、今度はロー、そしてフロントキック、わーっと右のハイキック、わーっとハイキック、わーっとハイキック、さあ強烈なフックを放ちます。なんかプレッシャーがここまで伝わってきますよね。このラウンドはお互いに大記録のような形、ガッキングでかわす。ベルナルドの右フック、ベルナルドの左、前を詰める。さあ試合は展開を見せるのか。さあ詰めていく、あーいけない、下段回し蹴り、あー左のローです。今度もガード、あー左のローキック、これは空振り、打ち下ろす、おっと、そして左のロー、やばいやばいやばい、左のミドルキック、右のロー、あーローキック、これはどうか。さあそしてロー、おっと転倒、うーん入るの、あー右のローキック、さあじわじわと前に出てきた。さあこの距離からはフックがあります。左のローだ、さあベリ入りましたね今の。さあハイキック一発払ったところで第1ラウンド終了です。よし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 、開始のゴング、まずはジャブで牽制する。さあそしてロー、これは効いているのか、角田下段回し蹴り、さあローキック、さあ右のミドル、また一発入った、左フック、このローキック、そして下段回し蹴り、入るようになってきたぞ。大きなパンチを放ちました右のフック、フックからアッパーはマイク・ベルナルド、右のミドル、左フック、あーボディーちょっときついですね、ボディー苦しいか。さあロー下段回し蹴り、また一発もらっている。さあこじ開けた、右のミドルキック、残り1分、左顔面を捉えた、これは効いたか。さあもう一発入ってますね、ローキックが。そしてボディ、あ、ベルナルドの左、さあ右のハイキック、さあ左のミドル、さあ捕まえる、ドダウンか、角田ダウン、逆転か、ゴーランマイク、ベルナルドの右、立ち上がれるか、立ち上がれるか、右のミドル、これで沈んでしまうのか。さあ残りはわずか、ゴングが先か、これが何話のど根性か。ここで第2ラウンド終了。あー両選手がねダウンしましたけど、ここまでどうご覧になってますか。本当迫力ある試合ですよねこれは。ダウンを期してもそれでも出ていきました。さあ先ほどのダウンシーンです。ここですね、この試合最初のダウンです。まずはね僕がダウン取ったんですけど、これも今のダウンシーンです。
まだダメージが残っていたんでしょうね、これね。このローキックですね。さあ、そしてこのダウンシーンです。そうですね、ここでダウンを奪われました。いや、いいですね。ちょっとダメージも心配ですが、これから第3ラウンド。立ってられないと思います。ラン、もう立てないと思いますね。第3ラウンド開始のゴング、いきなりのミドル、そして左のローキック。さあ、そしてローキック、打ち下ろした。さあ、そしてロー。さあ、前蹴り。ローキック、もうちょっとカットした方がいいですね。右ストレート。さあ、右のロー、前蹴り。よし、ベンダルドダウン、ベンダルドダウン、立ち上がれない、ダウンを取られた。今年も夢は遠いのか、マイク・ベルナルド。これで終わるのか。さあ、立ち上がります。ダメージは大丈夫か。心配でしょう。ローキック、そしてジャブ、ジャブ、そしてロー、下段回し蹴り、下段回し蹴り、右のミドル、ショートフック、左フック、ああ、そしてロー、得意のフック、これも入った。右ストレート、また足を使います。ああ、疲れた。ローです。よし、まずは下段回し蹴り。ダメか、ダメか、棒が効いた。ノックアウト。右のフック、白田信明撃沈。アーネスト、ちょっと待ったよね。多分グランプリ出れないと思いますけど、最後の試合ですね、やっていきたいと思います。追い込んだ、ロープの手前、効いた、効いた、ローが効いた。ロックアウト。右ストレート、スリータイムスチャンピオン、アーネスト・ホースト、見事なノックアウト勝利。リベンジってこれは何？もう無理でしょ。うん、はい、ということでね、こう、はい、終わりましたね。ゲームオーバーです。またね、リベンジする機会があったらぜひご視聴ください。ありがとうございました。